コーリー・アントニオ・ホーキンズは、アメリカ合衆国の俳優、歌手。テレビドラマ、ウォーキング・デッドや、24、レガシー、映画、ストレート・アウター、コンプトンのドクター・奴レ役などで知られる。2017年には、ブロードウェイ作品、あなたまでの6人により、トニー賞演劇主演男優賞にノミネートされた。ワシントン DC で生まれる。母親は、警察官である。彼は、 デューク・エリントン芸術学校に通い、ニューヨークのジュリアード音楽院に通った。ジュリアードで学んでいる間、ジョン・ハウスマン賞を獲得した。卒業後は、オフ・ブロードウェイやテレビ作品にゲスト出演した。2013年には、マーベル・スタジオのアイアンマンさん。2014年には、リーアム・ニーソンとジュリアン・ムーア出演のフライトゲームで、早くを務める。2013年には、 シェイクスピア劇のリバイバル、ロミオとジュリエットのティボルト役で、ブロードウェイデビューを果たす。2015年には、AMC のウォーキングデッドに、ヒース役でキャスティングされたことが報じられた。また同年には、電気映画、ストレートアウタ・コンプトンでドクター・ドレイを演じる。2017年には24、24-24- のスピンオフとなる、24レガシーで、 主人公のエリック・カーアッターを演じる。また同年には、ブリー・ラーソン、サミュエル・エル・ジャクソン、トム・ヒドルストーンと共演した映画、キング・コング、ドクロ島の巨神が公開された。2017年春には、ブロードウェイ劇、あなたまでの6人で、アリソン・ジャネーや、ジョン・ベンジャミン・ヒッキーと共演し、トニー賞演劇主演男優賞にノミネートされる。 2017年のテニス全米オープンでの男子シングルス決勝でゴッドブレスアメリカを歌った。ありがとうございます。